ユングフラウボン、ユングフラウ鉄道は、スイスの登山鉄道で、19世紀末から20世紀初頭にかけて建設された。終着駅のユングフラウヨッフホは、ヨーロッパで最も高い場所に位置する駅である。全長 9.3km、参照交流電化 50Hz1125V で、期間1000ミリ、シュトループ式のラックレールを用いた、ラック式鉄道で、 最大勾配は250パーミル。日本で最も急な勾配がある区間より、さらに3倍ほど急な傾斜である。始発のクライネシャイデック駅を出発すると、アイガー、メンヒリ山の山中をトンネルで通過し、ユングフラウの途中にある終点ユングフラウヨフホ駅まで登る。終点ユングフラウヨフホ駅は、ヨーロッパで最も標高の高い鉄道駅である。 全区間の所要時間は上り52分、下り50分であったが、新型車両の導入に伴う2016年12月11日のダイヤ改正をもって上下線とも片道35分になった。トンネル内の区間も多く、風光明媚な景色が常に車窓から見られるわけではないが、トンネル内の2つの駅が設けられ乗客を上げ車して、駅舎の窓から周辺の山々を眺望できた。 しかし、2016年のダイヤ改正をもって、アイガーバント駅における停車はなくなった。この鉄道は、旅客を運ぶだけでなく、ユングフラウヨッホの諸施設のための水なども運搬する。なお、案内上は、インターラー県からユングフラウヨッホに至る3つの鉄道に、ミューレンバーンを加えた4鉄道の総称として、ユングフラウ鉄道の故障を用いることも多く。 ベルナオーバーラント鉄道を除く3鉄道は、ユングフラウ鉄道ホールディングスの100%子会社となっており、4鉄道とも運営は、ユングフラウ鉄道ホールディングの67%子会社である、ユングフラウ鉄道マネジメントが担当している。乗車券などは3つの鉄道共通で、インターラー券ユングフラウ間の共通乗車券が発見される。19世紀前半、 イギリスで鉄道が開通したことを皮切りに、ヨーロッパ各地で鉄道の敷設が進んだ。その多くは産業革命の進展と結びついたものであったが、交通網の拡大に伴って、鉄道旅行が人々の余暇の過ごし方の一つとなった。こうした中、スイスへの観光客は増加の一途をたどり、19世紀後半より観光目的の登山鉄道が、 スイス各地で付設されることになった。すでに1860年代より、ユングフラウを登る鉄道を付設しようとする構想は示されていたが、資金的な問題などで実現不可能と思われていた。しかし、19世紀末までには資金繰りのめどが立ち、1896年よりユングフラウ鉄道の建設が開始された。アイガー、免費量山の内部をトンネルで通過するために、 蒸気機関車の使用が困難であり、当初は電気機関車、後に電車を用いることになった。1898年までにアイガーさん6までの路線を完成させ、部分的ながら営業が開始された。その後、硬い看板に苦しみながらも建設は進み、1912年8月にユングフラウヨッホ駅が開かれた。建設期間中はユングフラウの山頂まで、 鉄道やロープウェイを建設する構想もあったが、資金の限界、観光客が高山病を発症するリスクなどを考えて、途中のユングフラウヨフ法、終着駅とすることになった。山中のトンネルから、外の景色を見るための展望台を設ける構想は、設計者のエイジー・ゼラーによるものだが、彼自身は、鉄道の開通前に死去した。クライネシャイデック駅。 アイガーグレッチャー駅、ユングフラウヨフホ駅、アイガーバント駅、アイガー北壁から、グリンデルバルトの街を見下ろす、アイスメア駅と外に広がる、氷河1912年製の電気機関車、HE2-29 号機と1937年製の除雪車、ゾット51号機。ありがとうございます。